こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーでございます。はい、こんにちは。ですね、まあ耕運機ね、今組み立てしたばっかりなんですけども、それもね外でやるんですけど、これもね外で使うものなんですよ。これメルカリで買ったんですけど、3500円ぐらいで買ってしまったんですけどね。これは何かと言いますとですね、チェーンソーですね。まあ結構ねチェーンソーもね、ピンからキリまでなんですけど、これね一応ね、東芝電機チェーンソーってことですね。東芝さんで、まあジャンクではなくてちゃんとね動くものだったんでね、そんで3000円ぐらいだったんでね。で木とかですね、廃材とかをまあカットするのにね、解体とかね、例えばタンスであるとかね、そういうのカットしてですね、木材はですねまだちょっと動画撮ってないですけれども、薪ストーブね、今年の冬中になんとかね、外でまあ外で薪使うのはいいんですけれども、まあちゃんとしたね、ホンダじゃないかな、ね、時計型のね、薪ストーブ、ちゃんとね昔ながらのやつ買ってありますよね。で外でまあ実験的にやってですね、ちょっとね家の中にね持ち込もうと思ってます。メガネ石っていうね石を使ってですね断熱したりとかしながらですね、耐火レンガとか組んでですね、実はまあ家の中でも使えるようにしたいなと思ってるんですけど、まあいろいろとね、まあ火を使ったっていうかですね、熱を使ったものに対してですね、まあ保存食品とかですね、そういうのを作るときなんかもまあガスだけじゃなくてですね、まあ薪とか使えるといいなと思って、買ったんですけれども、まあその辺はねまたねやっと涼しくなってきましたんでね、今度やりますけれども、先日ねホームセンター行ったらですね、以前に薪のね このくらいの束、2つ買ってきたんですよ、実験用にね。その時まあ600円700円ぐらいの束だったんですけど、それがね積み上がってたんですよ。もう1週間2週間前ぐらいですかね。でこの前ねたまたま木をねこのキャスター付きのですね移動させるためにね、ですねバッテリー、でっかいバッテリーが重たいんで、で固定しちゃうとですね扱いめんどくさいんでね、その下に、キャスター付きのね台車を作ろうと思ってですね、ホームセンター行ってきたんですよ。そしたらですね薪がないんで数個しか残ってなかったんですね。前はね積み上がってたんですけどね、ほとんどね薪なくなってましたね。みんなバーベキューするんですかねっていうかね、まあいろいろね結構ね海外なんかはね薪割り始めたりとかですね本当にねエネルギー問題とかね食料問題とかですねますますね、深刻になってきましてですね、最近ね核とかなんかねそういうねニュークリアですね、ニュークリアの話とか出てきましてね、私もねちょっとね実はね、予備にね要素材注文してもうすぐ来るんですけどね、ちょっと多めに頼みました。なくなってから頼むと大変なんでね。あと僕の場合はね自分だけじゃなくてねちょっとねお友達っていうかねいざという時にですねサポート しなくちゃいけないっていうか しようと思ってる人たちがいるんでね、だからまあ率先してですね、僕がですね備蓄しといてですね、いざという時に少しね分けてですね使えればいいかなと思ってですね、考えておりましてですね、もうすぐ来ますんでね、17日っていうんであと1週間ぐらいで来ると思うんですけれども、そしたらまた、ご報告しますけどね。以前はねコロナのね治療薬というかですね、それで日本のねところが
あの開発したノーベル賞をもらったね、薬があるんですけれどもそれを、買っときましたけれども、今回はね、ニュークリアということで、ね、ニュークリアというのは核のことですね。はい、前置きはですね、そのくらいにしてですね、これね、東芝の、チェーンソーなんですよ。はい、これ開けてみますね。これこうやって開けてね、で開けて、ジェイソンっていうはですね、ジェイソンですよね。ジェイソン、あの13日の金曜日ですから、ジェイソンね。あとね、チェーンソーっていうのは、ね、僕はね、ブラックラグーンっていうねアニメあるんですけどねそれに出てくるね、あの死体解体みたいなね女の子がいるんですけど、それがそれの武器がね、このねチェーンソーなんですけど、チェーンソーを振り回してね怖い人がいるんですけどね、そういうのを思い出しちゃうんですよ、ね、なんかね、中古品にしてはね、わりかしですね、綺麗だったんでね、はい、これが箱ですけども、こういうのですね、はい、チェーンソーで、ですね、こうやって使うのかな、こうやってね、こうやって使うんですね、はい、でチェーンソーもね、僕も知らなかったんですけど、オイルが必要なんですね、オイルね、はい、これ、あります、はい、東芝って書いてありますね、東芝、はい、東芝さんね、頑張ってもらいたいですよね、日本の企業ね、僕も日本の企業をね、応援というかですね、何もできないんですけど、少しでもね、日本企業のものを使ってね、東芝さんみたいにね、海外行かないようにね、なんとかね、核の部分でね、核って言ってもニュークリアじゃなくてですね、核心の部分というかね、コアの部分でですね、なんとか踏ん張ってもらいたいと思っております。はい、これですね、はい、これもね、動いてみますけど、これね、一応ね、オイルね、オイルはチェーンソーオイルっていうのがあるらしいんですけど、それもね、買ってあります。どこが違うのかわかんないんですけど、チェーンソーオイルっていうのがあるんですよね、これね、これもね、1000円ぐらいのね、1000円から、600円ぐらいだったかな、そんな高いものじゃないんですけど、これで、ね、ここにこうね、オイル入れてですね、これはね、オイルって言ってもね、エンジンのオイル とかじゃなくてですね、結局は、まあここに入れればいいんですけど、多分ね、このチェーンソーのね、この周りを良くするっていうことじゃないかと思うんですけど、またね、今度ね、もうそういうふうに思っちゃうとね、分解したくなっちゃうという癖がありましてね、今もね、これやりながらね、どうやって分解しようかなと考えてるんですよ。これね、ここね、ネジ外しておくと多分パカッとここが開くと思うんでね、今度ね、分解して掃除しますけれども、はい、で一応チェーンオイルが入ってなくてもですね、まあ動く動作確認ぐらいできるんですけど、でね、やっぱオイルはね、こうほっとくとですね、漏れてきちゃうみたいですね。だから多分ね、この辺を潤滑するために少しずつですね、漏れるっていうかですね、注入されるような形になってるんじゃないかと思うんですけど、その辺もは、まあ分解してみればわかると思うんですけどね、はい、なんで、ね、これはですね、一応立ち木今ね、切りたいと思ってるんですよ、整理してね、そこに、物置をね、手作りで DIY でね、作ってね、設置しようと思ってるんですよ。でその物置の中にですね、こういったね、工具類をね、入れておきたいんですね。今までですね、2階とかですね、そういうところに置いといたんですけど、かさばるんですよね。そんで使う時にね、外で使うもんですからね、ほんだったら外でね、物置をね、作ってね、で、今年できるか、今年っていうかね、この冬の間にできるかどうかはわからないんですけど、単管っていうね、ほら足場にしたりするあるじゃないですか、あれをね、ちょっとね、使ってですね、作業スペースをね、外庭に作ろうと思ったんですよ。だから、うちの庭はですね、4分の3ぐらいをですね、畑化しましたね。
農業地化しましてそして4分の1ぐらいをですね、あの屋根付きのですね、単管を使ったですねスペースを作ろうと思っております。まあそこら辺までちょっとできるかどうかわからないです。その、単管の作業スペースの上にですね、太陽光パネルを置いて、そんで太陽光パネル剥き出し出すとね、何かあった時にね、壊れちゃったりとかするんで、メンテナンスができるようにね、取り外して簡単にお掃除ができて、なおかつ雨とか降ってきた時には、カバーがかかってですね、自動ではないんですけど手動になると思うんですけど、とりあえずね、そういったですね、作業スペース兼発電太陽光設置スペースをですね作りたいなっていうのは考えてるんですけど、いかにしてね計画通りにことは進まないんでね、どうなるかわかんないんですけど、できればねやっていきたいと思います。はい、これね動作とりあえずね確認してみたいと思います。はい、よし、電源を入れてですね、はい、いてなこうですね、こうして、これの場合もですね、これボタン耕運機の時と同じようにね、ここのね、これですとオレンジ色のですけど、これボタンをね押しただけだと押せないんですよ、これね、ロックがかかってね。で、このここにボタンが、赤いボタンがついてるんですけど、この赤いボタンね、これを押しながらレバーを引くと、そうすると動き出すということでね。はい、行きます。うわーってことですね。ジェイソンに俺はなるってね、そういうような感じです。はい、これをですね、今日はちょっと曇りなんですけれども、これでうちにあるですね、欅の立ち木をですね、根元からですね、切断したいと思っております。はい。じゃあ後でやりますんでね、はい、ちょっとお待ちください。取ってしまいました。
ですね、チェーンソー使ってみたんですけれども、やっぱねいいですね。あの手のノコギリとかですね、あとあの電動ノコギリっていうのもあるんですよ。あのちっちゃい刃がついててガーッと動くやつね。あれじゃですね、ちょっと太めのですね、木とかはね、とてもじゃないけどね、できなかったんですよね。そしたらやっぱねチェーンソーはですね強力ですね。それも東芝製なんでね、うん、なかなか良かったです。これでですね、力入れないですね、体力消耗しないでね、適度に運動になるように、いろいろとねやっていきたいと思います。はい、まあいろんなことをね、動画で撮ったりとかしてですね、紹介したりとかですね、特にねウェフウォークマン、本来はねウォークマンとかですね、オーディオ関係とかですね、その辺ね、あとはロボット関係とかですね、 3D プリンターの方とかをねやってるんですけれども、なかなかねやることがたくさんあってですね、うまく、進んでないんですけれども、そういうこともね含めてね、いろいろとやってきますんでね、ちょこちょことですね心理学の方とかね、僕もカウンセラーやってたりとかですね、心理学弟子入りしてですね習ったこともあるんでね、そういうのも織り交ぜてね、動画撮っていきたいと思いますんでね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。なおじいでした。ちょっと汗かいてます。はい、まだ暑いです。